仲間を増やしてみたいと思います11体揃って心すっきりだあ,あ、やっぱね塗装がねかなり頑張ってると思いますねこのここポイントですね僕はこれ見て買いたくなっちゃったんですけど はい。今回紹介するのはこちら。ムービーモンスターシリーズ新仮面ライダー大量発生型総変異バッタオーグですね。はい。いわゆる新ショッカーライダーですね。はい。いや、めちゃめちゃかっこいいですね。僕ね、あの、ショッカーライダー結構好きでね。いろいろ一番ポケット一番くじのミニフィギュアとか、あとこれね、衝動の やつも6種類揃えてますねあとこのねあのー、1号のねザ・ライダーマシーンを、ね、ショッカーライダーとショッカーバイクにしてますはいでえーとねこのショッカーライダー新ショッカーライダーはね僕はね買うつもりなかったんですよね結構割高だしあああのー うん、これでね、1800円しますからね、結構高いからもうスルーしようと思ってたんですけど、これ実物見たらね、めちゃめちゃかっこよくて、うん、買っちゃいました。はい。ちょっとね、これタグ外しますか。このね、タグがね、かっこいいんだよね、これ。うん。ね、マーク、ショッカーのマークね。 まあ、それ以外は別に大したことは書いてないかな。うん。これ。じゃあ、ちょっとね、えー、こちら、レビューしていきたいと思います。はい。詳しく見ていきたいと思います。うん。いや、かっこいい。いいね。うーん。やっぱね、塗装がね、かなり頑張ってると思いますね。うん。 顔は真っ黒なんだね。このポッチのところがちゃんと塗り分けされてますね。赤い目のところとかマフラーのところとかも綺麗に塗装されてます。でね、僕がいいなと思ったのはやっぱこのプロテクターの塗りがね、いいですよね。うん。あとこの造形ね、この,このスキューバーの装備みたいな、このチューブだらけのね。いや、かっこいい。これほら。 いいね。いや、本当にいいな、これ。あと、このね、変身ベルトのところ。ちゃんとチューブのところがね、黒く塗られてる。これはポイント高いですよね。うん、最近のソフビにしては相当頑張ってますよね、この塗装。の手のね、ところとか、このプロテクター、ブーツと。ちゃんと塗り分けできてますね。あ、いい。造形も、こういうとこね。 ホルスターがあるんです、ね、あいいなあーかっこいいですね肘のプロテクターは省略されてるけどこれですねこのここポイントですね僕はこれ見て買いたくなっちゃったんですけどこのねワンショウショッカーのねこれは綺麗にプリントされてていいですねこれ いいね。いや、本当にいいよ、これ。あと、背中もね、珍しく。ここ、塗られてるんですよ。この羽のところ羽。羽なのかな、これ。何なんだろう。チューブが刺さってるけど。ね、すごいですよね。背面もちゃんと塗り分けできてるというね。はぁ、あ、すらしいですね。これはね、思った以上にかっこよかったです。うん。 全然スルーする気満々だったのに思わず買ってしまいました。はい。いいね。はい。おなじみのもしもし電話シリーズを再現してみました。これはガチャのフィギュアとかについてた電話機ですね。はい。うん。かわいいですね。 あの「もしもし電話」シリーズっていうのはこういうやつですね「あの仮面ライダー」カードのねなぜか知らないけど電話を持ってるってやつをね再現してみましたはいやるぞ本郷あーやろう一文字すみませんまだメンバー揃ってないんで電話させてください ういーもう一軒行こうぜこうやって並べると酒癖の悪い本郷と一文字に絡まれてる後輩ライダーって感じですねはい一人だけだと寂しいんで仲間を増やしてみたいと思います11体揃って。 心すっきりだ。はい。今回は、ムービーモンスターシリーズ、大量発生型、総変異バッタオーグの紹介でした。まったねー。